ホーム区間中の安全を確保となっております。ホール直後は柳井選手、2番手渡辺選手、サイドバイサイドエボス選手が追い込んだ。ここも後ろに富田選手がその渡辺選手から2番手を狙って、さあ4番目が一気に2番手藤原選手が出て、トップ柳井、2番手3番手渡辺、4番手山本、5番手下野、6番手柏崎、柏崎、これ少し様子を見て、